今回はリライトされたレベル8洞窟群について見ていきたいと思います。以前のレベル8については、当チャンネルでもエンティティ詰め合わせセットと表現するほど危険な空間で、その生存難易度、サバイバルクラスは当然のようにマックスの5だったわけですが、今回のリライトではその危険性を維持しつつ、避難場所として最低限の人間活動ができる区域についての内容が追加されており、サバイバルクラスは1つ下がって4となっています。また記事には所々放浪者の探索記録が挿入されていますが、こちらについては今回は割愛させていただきます。後日動画にして公開するかもしれません。それでは早速リライトされたレベル8洞窟群についてご紹介してまいりましょう。レベル8は完全に閉ざされた地下空間。巨大な洞窟の迷路のような構造で、放浪者にとっては過酷な環境です。冷たい暗闇の中、息苦しい迷宮が広がり、多数のエンティティが潜む危険地帯でもあります。この空間は自然が支配していると言っても過言ではなく、人工的な構造物はほとんど見当たりません。洞窟内のほとんどの箇所は低温で、寒さが付きまといます。エンティティが洞窟のあらゆる場所に潜んでおり、放浪者は常に危険と隣り合わせです。他の選択肢があるならば、レベル8への侵入は可能な限り避けるべきでしょう。このようにレベル8は放浪者にとって極度の集中力と警戒が求められる場所です。一瞬の予断が致命的な結果を招く可能性もある危険な空間となっています。この空間に存在する拠点や出入り口の多くは、長さ約95キロ、半径約4キロの円筒状の領域内に集中しています。しかし未探索の通路も次々と発見されており、空間の大部分は未開拓です。その全貌は今もなお不明のままです。レベル8での探索が困難な理由として、通常の現実世界とは大きく異なる物理法則の数々が挙げられます。非ユークリッド幾何学の影響や予測不可能な重力変動、さらには加速するエントロピー効果といったものが存在し、放浪者には極限の集中力が要求されます。非ユークリッド幾何学。レベル8では空間が非線形に機能し、直進しているように見える通路がループしていることもあれば、同じ道を二度通っても別の場所にたどり着くことがあります。また道を引き返しても元来た場所に戻れるとは限りません。重力の変動。レベル8の重力は洞窟内の場所ごとに様々な強さや方向へと変動します。この重力の不規則な変動は予測不能で、放浪者の感覚を混乱させます。これらの複雑な構造と物理現象のため、レベル8では一つの誤った判断が致命的となり、迷子になる危険性が高い場所となっています。多くの放浪者がこの洞窟群をマッピングしようとして迷ってしまい、行方不明になるケースが報告されています。エントロピー効果。レベル8では時間の流れ自体に変化はないものの、その影響が加速されています。食料は急速に腐敗し、バッテリーはすぐに消耗し、住民の加齢も通常より早く進行します。さらにこのエントロピー効果は観察されないエリアではさらに加速するようで、標識や目印といったものは急速に劣化してしまいます。そのためこういったものについては頻繁なメンテナンスが必要です。豆知識1、9番道路から逸れるべからず。バックルーム調査団 MED では、道行く放浪者たちのために9番道路という名前の順路を確立しました。この順路はレベル6、小島から侵入し、レベル9、郊外に至るまでの危険度の高い空間を避けた信頼度の高いルートです。空間の歪みが少なく重力も安定しており、道中にはバックルームの小取引集団 BNTG やハーマス洞窟学協会といった活動団体の拠点もあります。50メートルおきに MED によって設置された標識があるので、それを目印に慎重に進みましょう。レベル8の環境面では以下のような危険が存在します。酸素不足と有毒ガス。洞窟内の多くの場所では酸素が不足しており、空気はよどんで汚染されています。二酸化炭素が危険な濃度に達している場合も多く、場合によっては硫化水素、塩素、アンモニア、その他未確認の化合物が含まれていることもあります。そのため窒息による死亡が頻繁に発生しますが、これは次の水難事故による被害に比べれば事例としてはわずかです。アーモンドウォーターと洪水。アーモンドウォーターが洞窟全体に自由に流れていますが、見えない潮汐の影響によってその流れは混沌としています。洞窟内の多くの場所は部分的または完全に水没しており、経験豊富なダイバーを除けば立ち入りは困難です。水位は不安定であり、突然の洪水も発生しやすく、乾燥していた部屋が数秒で完全に水に浸かってしまうこともあります。低温と高温。たとえ水難事故を逃れたとしても、低体温症で命を落とす危険があります。洞窟内のほとんどの場所では、気温が10度から15度とかなり低く、特に水浸しになった体には極寒です。しかし中には特殊な場所も存在し、気温が43度以上の猛烈な暑さに見舞われることもあります。豆知識2、水分補給、体温維持を徹底すべし、そして寝るべからず。レベル8にはアーモンドウォーターが溢れています。あちこちに水たまりがあり、飲んでも安全です。味は少し苦いかもしれませんが、それは周囲の岩から混ざり込んだミネラルであり、基本的には無害どころかむしろ体にいいです。水分補給が推奨される一方、この水をお風呂代わりにした入浴は控えましょう。気持ちがいいのは最初だけで、お風呂上がりはすぐに体が冷えて気分が悪くなります。その代わりに暖かい服を着てください。
一部の拠点では洞窟探検用のスーツを用意してくれます。スーツは防水加工のポリエステルでできているため、水たまりや滝に突っ込んでも体が濡れることはなく、快適に過ごすことができます。もう一つの注意点としては、何があっても寝ないことです。特に体が濡れた状態で寒さを感じ始めたら、低体温症のリスクが増加します。この状態で旅の疲労から目を閉じてしまえば、その目は二度と開くことがないかもしれません。支援を受けられる拠点までは、あなたが思っているほど遠い道のりではないことも多々あります。諦めずに頑張りましょう。たとえ体が濡れていなくても、探索中の仮眠は推奨されません。どうしてもという場合は、仲間と交代して寝ることです。低体温症以外にも、寝ているあなたの口の中に雲が侵入してくるかもしれませんよ。洞窟内の地形には小さなトンネルや滑りやすい床、垂直に伸びる縦杭など、探索が困難な箇所も多く存在します。地下水が浸食することによってできた環状の洞穴や、その洞穴が一部方向へ浸食を続けたことにより形成された亀裂のような空間、その岩盤が自重を支えきれずに崩壊した後の破片が散乱した空間、そしてランダムな方向に突き出ているスララのような突起物などが放浪者の行く手を阻みます。豆知識3、余計なものに触るべからず。レベル8には風変わりな岩石がたくさんあります。中でも最も魅力的なのは浮遊する岩です。これはレベルの特性である重力場の変動によって生み出されることがあります。その大きさは小さいものは数個の小石から、大きなものは島のように浮遊する岩盤まで様々です。これらの浮遊石が魅力的だからといって安易に触ってはいけません。基本的には不安定だから浮遊しているわけであり、少しの刺激で崩れ落ちる可能性があります。岩のバランスが崩れてこちら側に落ちてきたらひとたまりもありません。触らないようにしましょう。レベル8にはエンティティが全く存在しないような空間がある一方で、エンティティに満ち溢れた空間も存在します。その生態系の種類は多様で、場所によってその種類はかなり変わってきます。いくつか例を挙げると、壁の亀裂から染み出るアーモンドウォーターを餌として生息する光るバクテリアなどが見つかるハイパースペースレーン、天井にデスラットの巣があり、真下の地面にはその糞などを餌にして生育した植物類や節足動物などが生息するロットネストジャングル、そして広大な空間で天井に雲が形成され、雷雨などを引き起こすこともあるという独特の気候を備えたハンディランドなどがあります。豆知識4、地元民を尊重すべし。ロットネストジャングルは洞窟内の景観としては圧巻ですが、工事するアモール・インクリメンタムという団体の聖地であることには注意が必要です。通行は許可されていますが、ジャングル内のキノコ類や植物類を傷つける人には好意的ではなくなります。キノコを採集してキノコシチューが作れると思うと我慢できなくなりそうですが、地元民の慣習は尊重し、キノコ狩りは控えましょう。豆知識5、ガスに注意すべし。場所によっては風変わりな野生生物を見ることができます。そんな風変わりな野生生物は、同じく風変わりな微生物類がその生態系を下支えしているわけですが、そのような微生物類は硫化水素やメタンなどの有毒ガスを分解する能力を獲得している場合がある。つまりそのような有毒ガスが空気中に存在しているということでもあります。珍しい場所を見つけたら、特に周辺の空気質には十分注意しましょう。豆知識6、祈るべし。以上のような生態系以外にも、洞窟全体で見られるエンティティ類もいくつか存在します。例としては体長が最大1マイルにも及ぶ巨大な蛇のラングラー。場所によってはその一帯を支配しているとも言えるほどのコロニーを形成するクモ類のアラクニドといったエンティティです。ちなみにアラクニドに関しては、レベル8に固有の種ではなく、外来種であると言われています。豆知識7、クモは避けるべし。レベル8にはクモが多数生息しています。たとえあなたが虫除けスプレーを携帯していたとしても、旅の途中でバックパックの中からクモが出てくるということは珍しくないでしょう。その辺に数匹這い回っているクモについては問題ありませんが、数千匹の大群でコロニーを形成しているクモには気をつけたいところです。不注意でクモの巣窟を刺激してしまった場合は、水のある場所まで避難しましょう。一般的なクモと同様、彼らは泳ぐことができませんから。また洞窟各所には粘性のあるタールのような液体の水たまりが点在しています。この液体は最高95度にまで達するほど熱いため、この寒い洞窟では何も考えずに近づきたくなってしまうような水たまりではありますが、これに近づきすぎるとタールで覆われた人間の手の群れが水たまりから伸びてきて、そのまま放浪者を水たまりの中へと引きずり込んでしまいます。これによって命を落としてしまった事例が多く報告されていますが、中には別のレベルで生きて発見された放浪者もいるようです。レベル8は広大であり、全体としては危険ではありますが、特に川や湖の付近であれば、雲が寄りつきにくいこともあり、拠点を形成しやすい場所と言えます。川や湖には、魚などの在来生物が生息している場合も多く、生活に必要な栄養は確保できる環境となっています。実際レベル8には多くのコミュニティが存在し、特に9番道路沿いには、避難所や生活必需品の提供スポットといった集落や野営地が点在しています。特に老いやアクシデントなどで、この空間からの脱出を諦めた人たちにとっては、これらのコミュニティは残りの人生を過ごすための拠点となっています。放浪者たちに有効的なコミュニティをいくつかご紹介していきましょう。
MED 全哨基地、ホローネスト、常勤非常勤の職員合わせて50名弱で構成される全哨基地、9番道路沿いの放浪者たちの保護と洞窟内の未開の地の開拓という2つの任務を担っています。ハーマス洞窟学協会、イギリスの洞窟学者ハーマスが率いる集団、約100名の経験豊富な洞窟探検家たちで構成されています。 MED の洞窟内部における活動、例えばレベル8の地図を作成したり、9番道路というルートを確立したりといった活動を支援しました。ホローネストの近くに拠点を構えています。ザ・ロスト、定住はしていないが狩りを行うためにレベル8に遠征に来ることがあり、その過程で困窮している放浪者を見かければ支援します。ただ基本的には他の集団との交流は好まず、人との接触を避ける傾向があります。アモール・インクリメンタム、ロットネストジャングルの中心にある寺院を構えるアモール教の信者たち、放浪者たちに援助と避難所を提供しますが、前述の通りこのジャングルに生育する固有の植物を傷つけてはいけません。以上が友好的なコミュニティですが、もちろん洞窟内の住人が全員友好的というわけではありません。レベル8には空気の質が悪かったり、水がよどんでいたりと、環境的に劣悪な空間も多く存在します。そのような場所では食料源も不足しているため、これが犯罪行為が横行する原因になってしまっています。以下に挙げる拠点については特に注意が必要です。 BNTG 第三資源抽出施設、もともとは BNTG が設立した鉱物を採掘するための拠点であり、現在は放棄されている施設です。現在では敵対的な不法占拠者の集団が住み着いています。ゲルベロス研究施設、MED から分離独立した過激派集団 UEC が占拠したと主張する洞窟群、その目的や規模は不明です。非常に敵対的であり、攻撃開始までの沸点が異常に低いため注意が必要です。秘密協会の第三大司教区、かつて呪いや魔法といった超常的な力で支配を強めていたとある帝国の拠点、彼らは道行く放浪者たちを奴隷化したり、人体実験を施したりと危険な集団でした。MED がバックルームの法都秩序に関する団体アルゴスの目と連携し、帝国を滅ぼしたことにより、現在この拠点は廃墟となっておりますが、当時の呪われた遺物や魔法で強化されたエンティティが生息している可能性があり、不用意に近づくのは避けるべきとされています。カウラゴストの町、かつて正体不明の人型エンティティが生息しており、珍しい鉱物を採掘する拠点として栄えた人口500名ほどの規模の町だったが、拠点で活動していた生命たちはどういうわけかある日忽然と消えてしまった。以来廃墟と化している場所ですが、近づかないのが賢明であるとされています。豆知識8、レッチを避けるべし。孤独や不安を助長するレベル8は、そのような感情に苛まれた放浪者の末路であるレッチの巣窟でもあります。レッチ化を防ぐためには定期的に水分補給をし、過度な運動は控えてください。そして一人で旅をするのではなく、旅の恐怖や苦悩を分かち合える信頼できる人を見つけてください。レッチ化の予防には特に精神的な負担の軽減が重要です。症状がステージ3まで進行してしまった人についてはもはや救うことができません。接触を避け、遺体や遺留品があれば焼却して二次被害を防ぐのが基本です。仲間内で症状を発現してしまったら、すぐに医療処置を受けさせてください。アーモンドウォーターは水分補給手段としても、傷口に注ぐ消毒液としても優れています。症状進行前であれば治療して解放に向かわせることも十分可能です。レベル8の歴史について残されている記録は少ないですが、これまでに出てきた宗教団体アモール・インクリメンタムや魔術を操る秘密協会の存在、長らく遠征活動を続けているザ・ロストなど複数の団体が存在し、縄張り争いが長らく続いてきました。争いの火種となっていたのは、レベル特有の珍しい植物や鉱物といったものであったと言えるでしょう。最後に入り口と出口について、レベル8はレベル5から7までの各空間から入ることができ、レベル9へと脱出できる出口があります。その他の入り口としては、レベル103、航空母艦内の特定の暗い廊下を歩く、レベル135、おとぎ話の井戸に飛び込むといった方法のほか、レベル283、プレイランドのカラフルなチューブのうち、一部はレベル8の洞窟のトンネルへと通じています。出口の多くはたどり着くために推奨されない方法を使う必要があります。例えばレベル2、廃墟と化したユーティリティホールへは、ロットネストジャングルの天井にある通気口を通過することでたどり着けますが、そこはデスラットの巣窟です。またレベル41、黒い池や、レベル91、モノクロの世界へは、タールの水たまりに引きずり込まれることでたどり着けますが、当然のように命を落とす可能性があります。そのままレベル9へ向かうのが順路としては最も安全と言えそうですが、レベル9もまた、サバイバルクラス5の危険な空間であるため、やはりレベル8自体、避ける選択肢があるなら避けるというのがベストのようです。以上、今回はリライトされたレベル8についてご紹介してまいりました。どうやらこのトンネルを抜けるとレベル9へ到達するということのようですね。レベル9から安全なレベル11までは最低でも100マイル、160キロ歩く必要があると言われています。道中お気をつけて。それではまた。